先生、こんにちは。早瀬優香です。以前先生の机を整理していた時に出てきたレシートを覚えていますか？そう、先生が生徒へのプレゼントを買った時のものです。実はあれを見た企業さんから私の声が入った商品を出したいという連絡をもらいまして、もし先生のご許可がいただけるなら頑張ってみようかななんて思っているんですが、どうで？って、あ、はい、わかりました。何も言わなくて大丈夫です。そんな全力で笑顔にならなくても。はい、それではタニタさんとの体組成系コラボ頑張りますね。って、その妙に納得のいった顔は何ですか？